When you run out of luck, need to get unstuck, so cough. When you're up against the wall and you cannot fall, so cough, go off, go off. 皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのぐちです。今回はこう中国選手が使っているファンジェントン選手とかチャン・ジーカ選手がやっている YG サーブ、そしてヨーロッパ系の選手がやっている YG サーブ、そして横上とか横下とかジャイロとかアップダウンとか、そういう一つずつの回転の YG の丁寧な細かくしたかける強くかける方法でやりました。例えば中国流の YG サーブが超切れるやり方なんですけど、まず2本指で握っていただいて、で構えます。で構えた時にラケットの面をですね、こうちょっと開け気味、45度のちょうど斜め面で開けると、ここからだと大きく円を描きやすいです。でトスを上げます。でトスを上げた時に大円を描く、一気に前腕をぐわっと大きく円を描く、遠心力マックスにさせて前腕を大きく引いて大円を大きく描いて、その反動を利用しながらできるだけ低いところで、で手首を一気に最後にガッと返す。これが超切れますね。もう一度いきます。上から下に体重をつけるようにかけてください。中国のファンジェット選手やチャン・ジーカ選手がやってるのが YG サーブがこれです。低く直線的にダーッと鋭く YG が来るので、上と下の YG が全部同じ軌道に見えます。で2つ目の YG の切り方はヨーロッパ式の切り方ですね。ヨーロッパ式の YG がブチ切れる方法ですね。これはですね、まずこう構えた時にトスをこう上げる、これそんな高く上げなくていいです。トスは中国 YG ほど上げなくてよくて、トスを上げた瞬間に腕は早めに畳んでください。もう固定していいです。上に上げたりとかはしないです。固定したまま上げて、で落ちてボールがこう落ちてくるタイミング、ギリギリまで落ちてくるタイミングまで我慢して耐えて耐えて耐えて、で落ちてきたところで手首の強さだけでギャッとかけるっていう感じですね。ボールが相手コートに入りやすいっていう、入球率が高いというメリットがあります。こう左から右に一直線に手首を左に入れて一気に右っていう、ガッとこう最後の最後に手首をガッとこう使って返す、これが超切れますね。ボールの右後ろですかね、右斜め後ろぐらいをギャッと切ってもらう。2つの中国 YG とヨーロッパ YG っていう、まあもう明確にもう全然違うんですよ。でもどちらもしっかり強い回転を生み出すことができます。で2つの YG はですね、全く違う感覚なので、できなかった方はですね、もう片方でやるとできるチャンスがあります。これだろ、切れたんだけど前に進んでいかない、横にしか進んでいかない、台に向かわない、ネットミスする、届かない、そういった方はですね、ラケット、こっちが正しい例なんですけど、当たる瞬間見てください。これ中国選手がこの角度なんですよ。台に対して真横にするんじゃなくて、真横だと飛ばないので、飛ばせないので、斜め面にすると台に対して少し斜めに入る、台 YG 出す時にちょっと面が入る感じですね。当たった瞬間に斜めに入り込む感じ、こうすると低く前の方にブチ切れで出せます。で次 YG サーブ、これ見てください。よくあるのが、浮いちゃう、浮く方は面をこう開きすぎたり、ちょっと上から叩きすぎたり、立てすぎちゃったりすることが多いので、少しですね、45度ぐらいの斜めの角度ですね。でこうちょうどスコップみたいな面ですね、スコップで掘るような面のちょっと45度ぐらいの斜め角度です、縦で掘るような、その角度で YG に入ると、これがですね、浮きづらいんですよね。その瞬間こう低く、膝を少し使って低く姿勢をしていただくと、切りながら YG が切れて低くなるという現象が起きます。で今度は YG の逆横上回転ですね、上回転を YG でひっそり入れる方法ですね。トスを上げて YG を当たる瞬間、 YG をかける瞬間に面をこうヘッドを下にして、グリップを上にした状態 でこう立てた状態で、ボールの背中の方の真横を掴んで、こうガッと切ってもらう、手首を使って逆回転かけると、これだけで出せますね実際。でここからが問題で、難しいのはやっぱ逆横下回転をかけるのが難しいんですよね。逆横下がなかなかできない。
っていうことなんですけど、逆横下は Y 字を出すときに気持ち面をですねちょっと開き当たる瞬間 Y 字トス上げてで Y 字するときに当たる瞬間に面を気持ちこうって面を少し開ける上の方に開け気味でやってもらってでボールの蓋の方ですねボールの蓋の方を擦るようにすると逆下回転になるんですけど、この時にですね、まあ、これだけ言ってるだけでもまだできないです正直なところ横下回転を出そうとした時は股関節左の股関節を入れるようにしてくださいで体を気持ち正面に向けにいってください股関節を入れて体をちょっと正当たる瞬間に下を入れる瞬間に左の股関節を入れて体を正面に向けながら正面に向け出すとラケットの面がこう動くんですよ下面で動くんですよこういう下面ほらこれ下ですよねでこれで先端気味に当てればこれで先端気味に当てると逆横下回転がこれで出ますでここから大きく曲がるジャイロサーブですねまずは通常の軸、回転軸の Y 字ですね。こういう感じですね。通常軸はこういう感じであんまり曲がんないです。で、ここですね。こっちが回転の軸が変化しているジャイロ系ですね。ジャイロ Y 字。振りをします。大きく Y 字の振りをして、で当たる瞬間がこうやっぱボールの真下、もう底、ボールの底の部分まで待ってください。ボールの底の部分を捉えてそこで真下をすくい上げるように手首を一気にボールの真下をこう手首を使ってガッと上にすくい上げるように Y 字をガッとやる手首を返すことで超曲がる Y 字を出せますこういう感じですもうボールの真下をすくい上げるようですもう最後の最後ですトス上げてですくい上げるように Y 字をガッとやるこれですね体を入れ忘れがちなのでそれだと浮いちゃうのでそこだけ気をつけてください次はですね高速 Y 字ですねこれはまあヤスンが得意なのでヤスンにやってもらいましたまあヤスと下げてで Y 字のいつも通りの振り入って途中までは一緒でで当たる瞬間少しラケット面をこう縦気味にするとすごく速くなりますラケット面を少し立てるタタンって Y 字を出してもらうといいですねもう一回いきますねトス上げてで少しラケット面を縦気味にしてで台にこう叩きつける台の台で白いラインのところに台に叩きつけるようにドンって一気にやってもらうでアップダウンの Y 字サーブのやり方なんですけどこれ同じフォームで出されると結構きついですねこれ上と下分かんないですよこれすごいで実際まずアップの方ですねラケットこう構えていただいてラケットをこう引くときにですねラケットを引くときにですね先端を真下に向けてグリップをこう上に立てるような感じで立ててくださいガッと一気に立てるで下方向に向かって Y 字を出すイメージでこうガッと動いてもらってでこの縦のままこの縦の状態ですよねのまま入れば上傾になってでこの後ねじって一気に後ろに向けるっていう感じですねまあ、ねじって落とすっていう感じですねイメージにはねじるときはドアノブをこう、ドアノブをこう回すようにねじるをイメージしていただいていいですかこれ上だでダウンの方はもう一回いきますよラケット構えてやばでこのときにちょっと引きつけてギリギリまで待ってひねりのところに当てれば下傾になります逆横下になってでそのままねじって落とすですねでこの最後に上と下の軌道の違いをなくすというので下の時は叩くようにやってくださいあの早めのタイミングで当たればアップになりますでちょっとこう遅いタイミングで掴むように意識すれば下傾が入りやすくなりますこれでアップダウンが比較的こういう感じでやると素晴らしいアップダウンの Y 字の上と下が全然分かんないっていう状態を作ることができます。